帰宅部？ですけど、マザーイーターの中にはまだスエドウがいます。どうしましょう。とりあえずここに閉じ込めちまうか。根本的な解決にはならないけど、確かに今はそれくらいしか。それじゃロイヤルナイツや他のデジモンたちにも手伝ってもらおうよ。だな。この巨体を俺たちだけで何とかするなんざ土台無理な話だぜ。な、おい！ちょ、まさか。バカ、やめろって。もう体が持たないって言ってたでしょ。アルファモン、止めてください。このままじゃ、京子さん。行け、サイバースルース。君だけの真実をつかみ取れ。あいつ。嘘。なんで。あの子の決断がもたらす結果を見届けよう。それがいかなるものであろうと。So we're gonna look for Suido this time. Oh yeah, oh yeah. 私まで助け出しに来たんですか？私の忠告を無視して、そんな惨めな姿になってまで。まさに骨折り損ですね。私はマザーイーターと完全に同化しています。新田君や優子さん、優吾君とは違う。無駄ですよ。私は見つからない。それに、ヨシンバは見つかったとしても、すべての世界から悲しみが消えないというのなら戻りたくありません。このまま消えます。なぜ君たちが不幸のはびこる世界を選ぶのか理解に苦しみますね。君だってそうです。こんなことをして結局新田君たちを悲しませてしまう。おかしいですよ。全く筋が通らない。私を助け出したところで何が変わるというのです？誰が喜ぶというのですか？私の問いに納得のいく回答をいただけますか？それは君のエゴでしかありませんよ。恐ろしいですね。私、混乱しています。
イグドラシルの演算処理能力をもってしてもそのような回答は導き出せない。いやそうですか、そうでしたか、ピンときました。わかりましたよ、私にも。神は祭を投げない。まさに君たちは祭そのものだったのです。意志を持つサイコロ相手に賭けなど成立するでしょうか。なるほど、なるほど。このようにして多次元宇宙が生じ、時間軸は無数に分岐する。無駄、無意味、無価値、揺らぎと定義されていたものは所詮観測者の主観に過ぎなかった。理解した、そう認識する単一時点で可能性は統合され、いや待ってください、待ってください、待ってください。さすがにそれは論理の飛躍ではないでしょうか。おや、いけませんね。君にここで消えてもらっては困ります。君は私の新理論を証明する大切なサイコロなのですから。名付けて祭を投げる神の、投げる祭を作る神の存在を導く理論。この理論を証明するために私やイーターは消えなければならない。存在があまりにも特異的ですからね。世界に影響する力が強くなりすぎて正しい結果を導き出せません。いや、イーターにおいては本来の役割に戻るだけですが、私たちが作り出した電脳世界に影響を受ける以前のあるべき姿に。そもそも彼らは人間世界やデジタルワールドを含む無数のパラレルワールドを束ねる工事員、いわば触れられない、触れてはいけない領域に属する存在です。その工事員で我々には到底想像も及ばない、いわゆる大いなる意志、神々の御業と呼ばれるような壮大でとてつもないシステムの一部に組み込まれている。それが我々の次元において我々の情報に触れたことで、あのような形態と特質を持って実体化してしまった。後の顛末は核のごとしです。このような作用が偶然か必然か、結論はまさしく神のみぞ知る。イグドラシルに問いかけてみても、彼の、彼女かもしれませんが、演算処理機能は神の存在を認めておらず、正確にはまだ演算しきれていない状態にあり、回答は得られませんでした。ともあれ、イグドラシルに協力を要請して私と接続しているイーターを全て初期化します。彼らを各次元から消し去ることはできませんし、またそうする理由もない。
君たちの未来に同様の事象が繰り返される可能性は8192の20乗分の1の確率です。ですが安心してください。私の計算ではそれが起こる頃には君たちの宇宙は存在していない。なので君たちは好きなように生きて死んでまた生まれ、私の理論が正しいことをぜひ証明してください。君に選択権は与えませんよ。これは私のエゴなのですから。ではごきげんよう。気が向いたならばまたどこかでお会いしましょう。へえ。I wonder if we'll see him in future games. It means Aimee? Okay. が機能を取り戻し再起動している。デジタルワールドを復旧するようだな。おいおい、ここにいたらヤバいんじゃねえの。外に出た方が良さそうですね。うん、妥当な判断だ。よし、移動しよう。大丈夫。Oh, they turned back to Agumon and Gobumon. 懐かしいな。うん、あの時に見たデジタルワールドだ。綺麗。あれはイーターのネットワーク内に保護されていた精神データの数々だ。あれ全部が？ああ、イグドラシルが人間世界へと送り返している。それってエデン症候群が治るってことだよな。治るとは少し異をことにするかもしれないが、それに類する事象は発現するだろう。君たち人間が奇跡と呼ぶ現象だよ。よくわかんないけど、二人は目を覚ますってことで。奇跡とはそうあるべきだろうな。お兄ちゃん、よかった。
Oh. What is that? なんだ、こいつ。The cue is just a ball of light. その球体がイーターの本来の姿だ。そうやってデータからデータへ移りながらスキャンし、情報を高次元のどこかへ送信している。目的は定かではないが、一つ仮説を立ててみた。オーブやセントエルモの火、UFO の正体とされている発光体は、高密度のデジタルウェーブ下で一時的に可視化したイーターなのではないか。プラズマ現象などとされているが、情報を伝播するエネルギー体であるイーターならば、より挙動や性質、目撃弾にも沿う。人口では到底制作不可能なミステリーサークルの模様も彼らのネットワークで。ストップ。すまない、クレミ京子との別れの時が迫っている。特殊な知識を披露する高揚感をもう一度味わっておきたくてね。え、いや、それとも君たちとの別れを名残惜しんでいるのか。 Oh no。別れってつまり、そういうわけだ。イグドラシルが速やかに君たちを人間世界へと送り返す。デジタルワールドを完全に復旧させるには異物を取り除く必要があるそうだ。し、結局バグ扱いかよ。イグドラシルはデジタルワールドを僕たちが訪れる前の状態に戻したいんじゃないか。8年前より以前の状態に。え、以前のって、ちょっと待って、それじゃあひょっとして私たち出会わなかったことになっちゃう？お互いのこと忘れちゃうの？かもしれない。そんなのけど、もしそうなってもまた出会えばいい。なんとかなるよ、きっと。うん、だよね、きっとなんとかなる。っていうか、なんとかする。さて、そろそろ時間のようだ。君たちを送り返し、デジモンたちを呼び戻し、開かれた扉は閉じられる。さらばだ、人間の子らよ。世界はあるべき姿に戻る。清濁合わせのむ混沌たる世界に。それが我々の生きる世界だ。我々の友である君たちが生まれ育った、愚かしくも美しい愛すべき世界だ。願わくば君たちの子らと我らが新たな友となる日の訪れんことを。これで事件は解決だ。Oh, where the fucking King Drasho's thing come out? I feel like King Drasho's like little data thing was unnecessary, but okay. All the Digimon are coming back.
Oh, the Ruinites. Mina, kai chan da. Ore tachi no sekai kara Digimon ga inaku natchimau no kana. So natta ra sabishiku narimasu ne.大丈夫だよ、ユカ。僕の電脳体が肉体に戻ろうとしているみたいだ。それじゃあ、うん、8年ぶりの生身の体か。重くて窮屈だろうな。安心しな、リハビリいくらでも付き合ってやるからよ。お手柔らかに頼むよ。それじゃ。やりきれたな、俺たち。帰りましょう、私たちの世界へ。うん。What about Aimee? What about main character?Don't I have to go to my body? Oh, there you go. There it is. Oh, it's a little bit different from Anata. Not Anata, I'm sorry, Yugo.Gets hit by a car. But, I'm pretty sure we're alive. Right? あれから一週間が経ちました。東京はまるで何事もなかったかのように。今日も人、人、人で溢れ返っています。と言いますか、本当に何もなかったのかもしれません。私たちだけの記憶、それはみんなにとってないものと同じなんだと思います。自称ひよたの新田くんが言うには、分岐していた時間軸が合流したのだそうです。いろいろ説明してくれましたが、半分寝ながら聞いていたのでぶっちゃけよくわかってません。でも要するに、私たちの過ごした8年間がまるっと変わってしまった。そのほとんどがなかったことになってしまったのです。この東京は私たちにとって新しい東京です。例えば上城悟、ゆうこっちのお父さん、なんと普通に言います。これには本当にびっくりしました。上城エンタープライズの社長としてバリバリエデントが運営しちゃってます。ゆうこっちはまだ戸惑っていますが、そのうちお父さんに甘えまくればいいと思います。 Wait, what? That's crazy. 手加減なしで思いっきり、ついでにキシベリエもいたりします。So basically, さらに社長と熱愛中だそうです。近い将来ゆうこっちのお母さんになるかもしれません。 That's so weird. ゆうこっち。 So basically we went back in time. Everything resetted before 8 years. Okay. 昇降軍、新しい東京では8年前に恐ろしいテロ事件が起きて、その事件に巻き込まれた被害者が昏睡状態で眠り続けていたことになっています。
みんな1週間前一斉に意識を回復したそうです。ちなみに優吾くんもそのうちの一人ということで目覚めました。今リハビリに励んでいます。私もお手伝いしてます。回復した理由とか当然みんな知りません。今のところ神様の奇跡説と宇宙人の干渉説が有力だそうです。例えばデジモン、あの子たちに関しては何とも言えません。Those cards almost hit each other. いないといえばいないみたいな。デジモンキャプチャーはもう存在しないんだけど、デジバイスで超流行ってるアプリにデジタルモンスターってのがあって、育成ゲーなんだけどこれが結構ハマっちゃう感じで、そのアプリにアグモンとかガブモンが登場しちゃってるから、驚きというか桃の木というかなんというか、これってどういうこと？わけわかんないんですけどみたいな感じでもうお手上げです。いわゆる頭パーンです。でも君ならわかるかもしれません。そう、私たちの記憶と変わらない現実もあります。新しい東京にはスウェドー明美はいません。あの人は生まれていないことになっているようです。ほほ、なんだか少し胸がキュッとしますが、これでよかったんだと自称ひよたの新田くんは言っています。京子さんもいません。 Oh really? 探したけどいません。でもクレミ探偵事務所はありました。京子さんがいた痕跡もありました。京子さんはいるのでしょうか？私たちには見つけられないだけ？きっとそうなんだと思います。京子さんを見つけられるのは名探偵の君だけ。きっと絶対そうなんです。だからだからお願い。I think eventually in one of the other games we'll find her. I just have to play the continuation. Or I'm not sure if it's a sequel, but it's like basically a story that's going on at the same time, I think. てか、本当は俺だってそんな顔がしてんだよ。けど、こいつになんて言われるかさ。わかってる、わかってるけど、ねえ、お願い、帰ってきて。心配すんな、絶対帰ってくるって。医者の話じゃ、体はピンピンしてるらしいしよ。絶対大丈夫だ、こいつなら、絶対。うん。ほら、こいつアホだから。エデンのどっかで幽霊やって浮かれてるとか、どっかの誰かさんみたいに。あれはイーターに囚われていた兄さんの潜在意識の発言で、全くもって不可抗力です。それにそもそもの原因は私たちにあったのだから、兄さんを責めるのはお門違いです。と言いますか、いつ兄さんが浮かれていました？訂正と謝罪を要求していいレベルのデマゴギーです。うわ、マジレス来たよ。はい、まあそっか、そうだね。自称ひよたの新田くんの言う通りかも。ああノキアさんまで兄をポンコツ扱いするつもりですか？おい、どこ行くんだ？エッデン探しに行くの。何にもしないでくよくよしてたらアグモンやガブモンに笑われちゃうもん。ノキアさん、幽霊やってたらさ、
目撃団とかあるかもしれないし、エデン中探せばデータのかけらくらいは落ちてるかもしれないし。あれ、私今電脳探偵っぽくない？そんじゃ聞き込み開始、ついてきなさい、そこのダケメン助手。はあ、助手俺が？ち、しゃあねえ、付き合ってやるが。けどな、はっきり言っとく、俺が電脳探偵でお前が助手だからな、これだけは譲れねえって。おい聞けよ。お、I wonder what that means. Oh. ようやくお目覚めのようだな。君を見つけてからずっと話しかけていたんだが、一向に反応がなくてね。さすがに諦めようかと思っていたところだ。私の声が聞こえているかい？この状況に関して説明が必要だな。君の反電脳体は無理なコネクトジャンプを敢行した結果崩壊し、君が君であるためのデータを無産させてしまった。つまり今の君は君の残骸だ。どんな気分だい？言わずもがなか。君の運命はつくづく想像しいものだ。私もな。数世紀ぶりにイグドラシルの意志を受け動いてみれば、人間になったり探偵をしたり同胞と敵対したり、ずいぶん無茶をする女子も一人いたしね。まったく散々だったよ。だがおかげで実に楽しかった。ありがとう。この言葉を君に伝えておきたくてね。君が目覚めるまで待っていたんだ。なんだ、照れているのかい？君はこれからどうなるのか。先に伝えた通り、君のデータは無産してしまって、もはや私でさえ集めることができない。その状態で半永久的にこの空間をさまようか。もしくはそうだな、デジタルワールドへ来るというのはどうかな。ほほう。私の仕事はこれから忙しくなる。イーターはイグドラシルによって初期化され無害な存在に戻った。だがその正体は未だつまびらかではない。イグドラシルですら検知できない高次元にイーターの本体があるものと私は推測している。それをどうにかして確かめるつもりだ。どうだい、馴染み深い内容の仕事だろ。一緒に来て私の助手として働く気はないかな。冗談さ、そこまで真剣に悩まないでくれたまえ。君の困った様子が見たくなってしまった。私もかなり人間の影響を受けてしまっているようだ。だからこそ君たちのとったあらゆる行動が理解できる。仲間を救いたい、私もそんな気持ちになっているんだ。いや、私だけでない。見たまえ。おう。
Oh, that's why everyone was saying you should get a good party member. So this is why our final part. Okay, that's why I should have brought a perfect team. Okay, I'm still happy that we were able to beat it with the team that I had. So. デジタル生命体のような存在だったから、その影響力の大きさも押して知るべしだ。証拠はこのデジモンたちの中に刻まれている。君自身のデータが少しずつね。友情、愛情、絆、思い出、ありていに表現するならばそういったものが、それらを全て集め精神データを再構築し、君の体に再インストールしようと思う。前代未聞かつ少々強引だが、我々のやることだ。道理もおとなしく引っ込むさ。私からもわずかながら君のデータを提供しよう。変なデータが混じっていても恨まないでくれよ。一つだけ心残りがあるとしたら、君に私のコーヒーをご馳走してあげられなくなることだな。では別れの時だ。私の助手であり仲間であり友達であった人間、さあ再インストールの開始を。君の未来を君自身の意思で決定したまえ。Oh, we're back. That mayo and coffee. Oh, Jimmy. Wait. Oh. Nigashita-ka.おっと、ごめんなさい。怪しいものじゃないわ。私はクレミ京子、探偵なの。病み上がりでね、なかなか勘が戻らなくて。 What about Jimmy? 風変わりな飲み方をするのね。いえ、味覚は人それぞれだし、意外と美味しいのかもしれない。Oh. 機会があったら試してみるわ。邪魔したわね。それじゃ、私はこれで。But he went that way. So, Kyoko-san's back, huh? The real. いきなりでぶしつけだけど、どこかで会ったことはない？すごく大切な何かを忘れてる気がするんだけど。実は今助手を探していてね。よかったらうちで働いてみない？What about Jimmy? Jimmy's running away. All right. Alright, so that was Digimon Cyber Sleuth. It was a really fun game. I actually really, really enjoyed it. The last part, I mean, Kyoko-san was not being a detective. I mean, she was, but, you know, she should have chased Jimmy instead of just say, hey, you know what? You have odd taste. I'm gonna go. Wait, hold on. Be my assistant. It was kind of weird, but hey, it's still a fun game. I enjoyed it a lot.With the completion of Digimon Cyber Sleuth, I can now play the other game, which is Hacker's Memory. So, next we're definitely going to be playing Hacker's Memory. So, thanks for watching, guys. Hope you guys enjoyed. And I'll either see you guys on the YouTube channel or on my Twitch streams, because I'll be, you know, recording and live streaming the game. So, again, thanks for watching, and I'll see you guys in the next one. Later.